田辺白孫は、日本書紀等に伝わる古代日本の豪族、聖和文。田辺文氏は、河内国安宿郷の田辺の地を本拠地とする、くだら系の都来氏族である。日本書紀巻、第十四には、有略天皇時代の話として、本大山古墳にまつわる以下の物語が挙げられている。河内国安家古部の住人であった、田辺文白孫は、初秋の一日、 古市軍の諸子家流に嫁ぎ、出産した娘の祝賀のために、向子の家へ行ってきた。月夜であったそのキロ、よもぎ丘の本田寮のもとに赤い春馬にまたがった、騎士に出会った。異彩を放った身なりで、常とは異なる、優れた姿の馬だった。白馬子はその馬を見て欲しくなり、乗っていた、身柄尾の馬に鞭を打ち靴輪を並べようとしたが、赤馬の方が先に行ってしまい、 ほこりやゴミのようになり、消え去っていた。だが、その時、春馬に乗っていた人物は、白馬子の願いに気づき、馬を交換して、挨拶をして別れていった。白馬子は時馬を得て歓喜し、馬屋に入れ、餌を与えて寝たが、翌朝、赤馬は土の馬、すなわち埴輪に転じていた。白馬子は不思議に思い、本田寮に戻って、目を細めて、 遠くの方まで見回して探すと、元のミだらをおのうが、ドバの中に立っているのを見つけた。そこで、代わりにドバと取り替えておいた、という、同じ物語は、新鮮性史録、左京鉱別にも現れている。上記の文章は、文煎の赤、白馬府に見える文句を転示して就職された文章でも、あり、また、僧女の五行氏の、 牛蚊城に見える還元の伝説と同じ骨組みであるが、河内郡飛鳥カ郡の田辺文氏の本拠地は、現在の柏原市田辺一丁目あたりで、この地には、田辺廃寺跡があった。ここから、白馬子が、向こうの家のある、古市郡へ向かうには、本田寮領の東側を、北東から北西に進む東高野街道という道を、経由せねばならず、必ず、本田寮領を望むことになるため、 この領母が王神天皇陵である根拠の一つになってもいる。ただし、初期や新戦争資力編纂の時代には、すでに王神天皇の治世から数百年が経過している、ことも考慮しなければならない、と佐伯や力夫は述べている。有力天皇の時代には、王神陵、忍徳陵のような巨大な古墳を築造する習慣が失われつつある時代で、田辺文氏は帰化人であるため、 余計にその神秘性と金差を感じ取ったであろう、と北野公平は述べている。王神陵には、埴輪の馬が飾られていたことがわかり、水人天皇時代の飲みのスクネの話とともに、埴輪の演技団になっている。実は、王神陵自体からは、馬型埴輪は出土しておらず、出土と伝えられる破片が見つかっているのみである。ところが、 王神天皇には馬にまつわる逸話が伝えられており、古事記には、またくだらの国主寺子皇母馬一匹、貧馬一匹を、あちの吉氏につけて、三木登りきという記述が見られる。日本初期巻、第十二も、くだらの主、あちききを、転して、両馬二匹を三木登る。すなわち、京の坂上の馬屋はしむ。よりて、あちききをもって司かさどりはしむ。ゆえ、 その馬や品はしむところを泣けて、馬や坂といわくふ。とあり、これと同じ情景を描写しているものと推定されている。高栗の交太を秘分の十年講師、保機五万を、剣はして、行き手、白木を、救いは教えむ。男居城十里、白木城,城に至るまでは、その中に密。カンペー型にいたり、和族、尻族、和道、和海湯。 という記述にもあるように、当時の日本には、騎馬兵が存在せず、その後北上して、大砲軍に侵入したのは水軍によるものであったと、同飛文にもあることから、危機の記録は、くだらが、日本の援助を求めるべく、日本にはない馬を献上したことを示しているのでは、ないか、と、井上薫は述べている。なお、乗馬の風習を示す最古の遺物は、5世紀中央の、 本田丸山古墳出土の混同性、辰文徹堀ト金具ホリアンである。これは、金メッキを施したバグで、この古墳は、王人寮の倍長にあたる。さらに、藤井寺氏の長持山古墳出土の、鬼神鉄板張りの網身なども当てはまり、これらは小白木の遺物と同じ様式に属するものである。一番合理的な解釈は、岩井酒によった、白馬後の失態ではないか、と、 辻川学は述べている。ありがとうございます。